さあ今回は、はい、僕が部屋を掃除したらですね、うん、大量のネタ帳が出てきたので、うん、ちょっと今日持ってきました。すごいよ、コンビ組んで約20年決まりました。はい、こちら全部です。あ、すごいな、これ20年ギュッとこれよ。なるほどね、うん、まあでも最近は結構パソコンを使うから、そうそうそう、言ったら初期の方でしょ、うん、多分過去の恥がね、うん、詰まってるはずなんですよ。この中に面白いネタが眠ってるかもしれないので、うんうん、ちょっと見てみて、うん、昔こんな風なことを考えてたんだと。なるほどね、皆さんに見てもらいましょう。俺は多分眠ってないと思うよ恥ずかしいって気持ちで終わると思うよ。もうネタ帳に貼ってるステッカーが恥ずかしいもんこれ誰が貼ってるそれ。これお前のだろ絶対。俺の俺の。そうでしょ、うん、うわもう斜め45度のシール貼ってんじゃん。そうだよすごいな、うんうん、まあ言っても、うんうん、近年5年ぐらいはずっとパソコン使ってるから、はいはい、15年ぐらいかなこれ。オンバトから、うん、M1 から、うんうん、もう他ネタ番組からいろいろ入ってるよ全部のネタが。はあ、なるほど、うん、まあ確かに専門学校出身ですから、うん、専門学校時代のも、うん、多分ねあると思うんだよね。18歳20歳ぐらいもあるし、はあとまとまってないからパソコンみたいに消さないから訳が分かんないのいっぱいあると思う。あでもやっぱ覚えてるのもあるよ。あーはーはー、これとか覚えてる、うんうん、恋人と飲むマヨネーズ、これ恋人と飲むマヨネーズねあの、うん、よくねおしゃれなカクテルを2人で飲むように。そう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 、マヨネーズを2人で俺ねこれお前に作らせると覚えるめちゃめちゃ滑ったよねこれね。これ滑ったような気がするな。飲んだ瞬間さ、もちろんキャップにつけてるだけなのにさ、まあそうなんだねっていう悲鳴が上がったんだよね。あのデブ飲んでるな覚えてる覚えてる。コントコントでやったね。そうだね、うん、いやほらあの太らせるネタってあるじゃん、うん、あれのなんかとにかくことわざで太らせるネタをやりたかったからことわざバーって書いてみたりとかしてんのよ。あーなるほどね。そうそうなのよ、うん、やってるやってる。腐ってもタイ、あさってもパイ、こんなばっかりやってる。あもうやってんだ、うん、エビでタイを釣る、エブリでパイを食う、ね、猫に小判、デコにご飯。ちょっと荒いよねここら辺が。荒いね、うん、やっぱ採用されなかったやつだよね。あー覚えてるわ俺これ、うん、お笑い芸人のカンカラさんが5人組なのよ。あーカンカラ、時代劇コントのカンカラさんね。そう、うん、で俺名前覚えらんねえから5人分ちゃんと名前書いてるカンカラさんの名前真面目だよね俺ね。群馬の方、松井さんって書いてる同郷だから同郷だからいいね、うん、なんかメモ帳代わりにも使ってんだよな。そうね、ちょっと太らせる、もうちょっと言っていい、うん、太らせるネタっていうのは我々あるんですけど、採用されなかったネタ書いてあるわ。あーなるほど、うん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 、なんかレギュラーに入らなかったやつ、補欠組、東大元暮らし覚えてる。東大元暮らし、代々元力士、正解です。あ覚えてるね。なんか覚えてるね。花より団子、山ほど、うん、団子、違う違う、もうおかしいもんこれ。これは採用だよ。花より団子、アイアムちゃんこ意味がわかんない。あぶっ壊れてるな。なんで俺はちゃんこなんだよ。泣きっ面に蜂、脇っ腹に針って書いてあるもん。インスリン注射打ってる。いやもう肥満通り越してさピョッキャ、少しご病気になっちゃった懐かしいな。苦しい時の神頼み、ひもじい時の味好みなんて。いや、もう上手じゃんCM になってもいいレベルで味好みの、味好みの豚に真珠、豚にポン酢、全然面白くねえ面白くねえ。そうだね、鬼の目にも涙、俺の手にもケバブ、よく続けてるな長いのあるよ、うん、10で振動、15で祭祀、20歳過ぎればただの人っていう日本一長いことだなんだって。これ10で別所、15で徹夜、20歳過ぎればハムの人覚えてるね。あなんか覚えてんだ。覚えてんね。あドレミの歌を太る、これ多分太らせる時期だわ。はあ、ドレミの歌を太らせるっていうのあるわ。へえ、うん、ドはドーナツの穴埋めたい。あ、そういうこと。うん歌を変えてるっていうか全部あるってことね。レはレンコンの穴も埋めたいだってすだからあの分も量が欲しいんじゃない、うん、太ってるから。まあまあ明け方のファミレスやってますからねこっちとら。ね、うん、みは肉の日だって気持ち悪い。みじゃねえじゃん気持ち悪い音程。もちごめおもぐもぐとこれ本当に全く覚えてないんだけど本当に俺たちの夜何かこっそり誰か書いたんじゃないかこれにーは煮立たせて、みーはみーか置き、うん、他のデブ見下す、うん、さあ揚げ物全部のせ。うわー語呂が悪いね。どれにも肉味噌だってなるほど、そう途中で変わってると思ったよ。あーなるほどね肉味噌がやりたいためのそうそうそう。いやだね、
あれ後から変わってるよっていう、少し賢さが見えるからやだね、うん、あとね、キャッチコピーつけてるわ。キャッチコピー、うん、何か全てのものにはキャッチコピーがあるってことで、あ、なんかやったな、うん、だからそぼろ、食事には全部キャッチコピー、あ、それは覚えてる、うん、そぼろは世界一小さなステーキ、世界一小さなステーキ、そう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 、うん、で、ミートボールは石井からの資格です。なんでなんだろう、うん、で、ベーコンは肉の反物、まあそうね、うんうん、オリジン弁当は惣菜ディズニーランド、あー、はいはいはい、はい、レーシャブは肉のハーゲンダッツ、うん、はいはいはい、はい、うん、これなんでこれやんなかったのだけ覚えてる。なんで彦摩呂さんじゃんってなってる。確かに、まあまあ作って、ベーコンは肉の半分や。確かにそうだな。それに気づいた時2人でもう愕然としたの。先歩いてた。そう、今日は俺が払うよ、いいよ俺が払うよってファミレス出たの。お互い譲りやった。そう、それまでなんかいい着眼点だっつって、オリジン惣菜のディズニーランドや。まさにじゃん。なんでどっちも気づかなかったか。そうね、グミ、うん、ゼロカラットジュエリーや、ほんとだ、全部矢をつけたら全部肉まん、そぼろたちの鎌倉遊びや。いや、矢をつけたらもう矢をつけたら彦摩呂さんになるから。ほんとだね、うん、歌とか作った歌、うん、なんかね、ギターのコードと歌詞が書いてあるのよ。あ、そう。ある日の19時30分、うん、鈴鹿のサーキットで、うん、右手サイコガンの木刀で鎖骨を狙った。ミサンが引きちぎったと墓石に刻み込む。薬やってんだろこいつ。てめえ薬やってんだろ。ああ、そうだね、多分コードの A とかが全部これ錠剤の名前だね。S とかS ばっか出てくる。うん、なんなんだろう、なんか面白い歌詞を言ったことなの。いや、もうね、まとまってないのよ、ネタ帳だから、うん、もうむちゃくちゃなのよ。サビのとこいいよこれ。みんなが同じウォレットチェーン、みんなが全裸でウォレットチェーン。なんでウォレットチェーンもしてんだよ。どうやって全裸で俺と手つける。いや、痛いんじゃない、肉にかますしかねえじゃない。そうじゃない、なんでなくしてもいいように住所書いてる。お前それ何の、え、ちょっと実家のじゃないのそれ、大丈夫じゃないけど、杉並区の時に住んでたマンションの落とした時にこれ届けてくれると思ってる。いや、それだったらあなたにも文句がありますよ。ネタ帳なのにもうこれサインの練習を売れようとしてるでしょ。もう売れる想定でしょ。売れる気満々。でね、これはいいのよ、の最悪、うん、お前が俺のサイン考えてんのよ。どういうこと、勝手に。どういうこと、山本浩二じゃん、山って書いてたって。そうでしょ、まず山を見せようか。うん、うん、山、山は、うん、これ山、山って決めたのね、ひらがなで、ね、なんだったら今、あ、まあそんな感じだね、もうこれでしょ。いや、山だね、うん、俺のも考えてんの。おい、お前の山とカルビっていう名前やろうしん。これオーダー取ってるわけじゃないのこのノートに。今これだもんな、お前。いや、これじゃねえ。カルビもさ、画力がねえからもう。網の上で焼いてんだ。網の上に焼いてるっていうカルビなんだけど。ひどいねー。なんか使えるやつないの。いや、ほんとよ。何の脈絡もなく散らばれ動物の森って書いてあるのよ。不思議だろ。あ、ほんとだ。でも最近じゃないの、動物の森。集まれ動物の森だ。これなんか予言してんじゃない。相当昔のネタ帳だったってこれ。あ、そういうこと、うん、どうだ、サインばっか書いてんな。腹立つわ、自分で。めちゃくちゃサイン書いてるじゃん。すげえサイン書いてあるじゃん。マジで腹立つよ。めちゃめちゃサイン書いてある。何これ、マジで腹立つよ。すげえサイン書いてある。何これ売れてない時期のかな、うん、これ山本さんのネタ帳ですよ、うんうんうん、勉強って書いてある。わかる、もうネタ帳って書いてないのよ、うん、勉強って書いてある。もうお笑いが苦しくなってるじゃん。お笑いが苦しいから。なんか資格なのか分かんないけど、うん、もう危ないよ、売れてないね。へー、よりよく死ぬための哲学って。やばいじゃん、お笑いのネタ帳ですよね。死に方、うん、それは生き終わり方。うるせえなこいつ、うるせえ。ノート出てきたな。ビレッジヴァンガード行き過ぎたんだちょっと。あ、でも、あ、いいね、ドストエフスキーの言葉とか。あ、勉強してるんだちゃんと。そう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 、谷川俊太郎とかの中に一個ポンって、うん、伊藤聖子の言葉がある。ドストエフスキーとか、うん、ドストエフスキーとか谷川俊太郎の間に、うん、伊藤聖子の言葉を大事にしてる。虎ノ門に出たかったのかな。ああ、その時ハマりたかったのはね、うん、お前のこのお前の勉強浅いな。なんでこんなにためにならないのばっかなのよ。いやマジで20年前のとかあるよ。でも昔の方が、うん、発想はちょっと柔軟かも。ああ、なるほど。ネタの案みたいなのもバーってあるんだけど、うん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 、何百匹もの猿が合体して、うん、巨大な犬になるってネタが。そんなネタやろうとしてたの、うん、で、英語でバウワウって書いてある。
あ、これあれじゃない、お前の借金の返済計画じゃない、どれ、まあ、地獄だな、月々いくら返せばどうだみたいなこと書いてほしい。いや地獄だ、マジで可能性あるよ、うんうん、そうだな、うん、借金もしたからな、したね、なんとか M1 行って会社終わったんだよね、うん、いやすごい夢があるよ、そうだな、うん、確かにな、マックス150ぐらいあったかな、でもそのちゃんと M1 の決勝行ったおかげで、うん、返せましたよ、ね、あ、一発ギャグあるよ、あ、こっちもあるよ、うん、じゃあ比べよう、じゃあどっちが面白い一発ギャグか、いいこれ、うん、でも昔の、これは俺が考えたやつかな、うん、それはどっちが考えたやつ、いや、わかんない、ちょっと覚えてないわ、それお前のかな、勝負する、うんうん、いいよ、昔の一発ギャグ、いいよ、いいよ、先行どうぞ、いいの、うん、面白くないね一発ギャグね、行こうか、うん、手のひらを太陽にジュッ、あざっ、いいね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 、いいよ、いいよ、いいよ、やっぱいいよ、本当にいいと思う、100匹のなんだっけ猿が犬になるよ、全然全然いいと思う、それよりはこっちの方がいい、うん、俺は、うん、3年 P 組いや、マンモスコー、キレ悪いな、ね、P まであるから、いや、キレが悪いね、生徒数がめちゃめちゃ多い学校で、あー、そういうことね、3年 P 組まであるっていう、いいじゃん、使えるんじゃない、うん、うん、なんだろう、あ、これあるね、うん、どうもー DNA でーすレッドさんだよ、それも何やってんだよ、もう恥ずかしい、絵付きで書いてあるからね、ちゃんと説明してんだ、うん、DNA の絵書いてあるもん、ここに、あと、わ、これでもギャグを考えるやったんだろうな、うんうんうん、うわー、わかんねー、ホルモンに怯えるボクサーこれが一発ギャグのとこにあんなな、なんだろうな、シュッ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 、あ、ホルモンだったってことかな、豊かだね、発想が、わかんないね、本当に大人になっちまったよ、そうだよな、俺たちは、あ、絶対わかんない、ガラガラガラ、おい、干潮中に仕事場に入ってくんな、これギャグだからねどうやって笑うのそれ、わかんない、プリーズ歯周病とかは、これはなんかねあ、なんだっけそれ、なんかね、プリーズ歯周病みたいなそうかそうか、誰が好きだったんだこの時期の、ね、誰を目指してた、みんなダウンタウンさんじゃないの、わかんない、なんだろうな、太陽光いけないだろ、モニター横恥ずかしい、ホルモンに怯えるボクサーできないよさんまさんの前でな、無理無理無理、あ、またよく俺の良くないとこ出てるよ、何ですか、勉強に引き続き学ぶって書いてる一緒じゃん勉強のためになってる、それ学で学ぶ、ちょっと教えてよ、給料の8割は我慢ないだよってめちゃめちゃ腹立つよな、めちゃめちゃ何を学びたいんだ、何の実社会にも出たことないやつがうるせえな、我慢なんかしたことねえくせに、ほんとだよ、めっちゃうるせえなこいつ、あるわ、ギャグもなんかこれコンビのギャグっぽいわ、2人でやるやつ、うん、うわー止まらない、なんか食べてて、うん、うわー止まらない、止まらない、美味しさだねー、ピタッ、ピタッ、止まったねちょっとやってみよう、うん、さあ本日はこちらの、うん、え、豚汁なんですけど、すごいね、美味しそうだ、これ2時間煮込んだらしいですよ、すごい、じゃあすみません、ちょっと先に渡していただきたいと思います、すごいですね、もう、うん、いただきます、 うわ、めちゃくちゃ食うじゃん、うん、うわ、最高だ、うん、すごい、止まらないね、ほんと止まらない美味しさだね、ピタッ、止まったねマジで、燃やそう、でこれはマジでどっか年内1回やる年内行く、これ年内1回やってみよう、これロケで群馬一番で見かけたらごめんな群馬一番でこれやったらごめんな、そうね、我々がやってます群馬県のね群馬テレビで放送中群馬一番でこれやりたいと思います、うんうん、あのなんかあんま面白くないの全部群馬一番でやろう感じ悪い、試しでな、全くわかんない、不気味なこと食ってんな、うん、昨日の肉まんはあんまんって感じだね井村やかな CM これだ本当の俺の返済計画書が出てきましたよ、あの3社に50ずつ借りてるってやつな、で根が真面目だからちゃんとそれぞれの会社の顔カードのやつな、その当時のこれ本当上京するときね、お母さんに借金だけだって言われたんですけどね、で今はちゃんと、今はお笑いだけで返しましたね、ありがとうございます、ありましたね、あー時代だね、うん、荒川のタマちゃんだこれ、タマちゃんだ、あーあーそうだそうだ、あだ名、あ上のやつ、あーなるほどね、これなんだかわかんねえな、うん、違うね、またなんか違う話だと思う、俺はさ、お前何を書いてるわけなの、これは何を書いてんのこれ、型抜き、あーなんだろう、多分オリジナル型抜きを作ろうみたいな感じで、アイコンみたいなやつかな、いや多分好きだったら俺だってこれもほら一緒だもん、だってこういう、ああそうね書いてるね、おびただしい数の何かこう、何なんだろうねそれ、暇だったんだよね、うん、そうなんだよな、とにかく暇なんだよな、うん、そうだよね、うん、ああ
テレビを見ている俺を描いてるんだお前が。もう彼女じゃん。何見せて見せて。あ、もう暇すぎてネタが思いつかなすぎて。本当だ。テレビ見てる、うん、頭にタオル巻いている俺を後ろからお前が描いてるって。はー、なるほど。恋人だよ。いや、いいんじゃない、これなんかいいよ、うん、つけすぎて先に、ね、歯ブラシに歯磨き粉をつけすぎてるっていう。つけすぎ、こういうのなんか絵を描いて一言つけてるんだよね、うん、そうかもしれないな、うんうんうん、目が伸びたじゃがいもとかね。あー、トラニンがね、うん、いいな。やっぱ YouTube ってこうやってちょっとのんびりできるからいいよね、うん、ね、過去の恥を全部出して。そうね、あんまりテレビでこんなことね、使ってもらえないからね。そりゃそうだろバカ言うなお笑い始めてから会った芸能人と、うん、ああ書いてた。あの共演した芸能人でしょ。そう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 、やっぱ芸能界に憧れててさ、うんうんうん、初めて出た番組とか、うん、猫の穴とか。猫の穴、山崎徹さんのやつね。バックアップ、ああバックアップでフジテレビのやつ、うん、ドギーバック、あったー、ご覧ください、うん、ご覧ください、高徳、若手で笑っちゃったよとか、あったー、サマーズさんとダッチャーさんね、書いてある。これ順番あった順かよくわかんないけど、うん、リンカさん、リンカさん、リンカさんね、覚えてるよ俺、うん、ね、学習院大学のね、ミスコン、サマーズさん、サマーズさん、うんうん、ダチョウ倶楽部さん、ダチョウさん、うん、山崎徹さん、うん、誠さん、加藤紀子さん、うん、メロン記念日、うん、RCT、うん、根本晴美さん、根本晴美さんいたね、長江健二さん、ああもうほぼアップロンドだね、もう野沢徹さん、うん、で、なんかカッコ、全く名前が出ないんだろうね。そうなんだ、全く名前の出ない元ギリギリガールズね。あったんだ、これ思い出せないんだろうね。なんかネタとかちょっとできないかな、昔のちょっと、ほんと台本、羅列でもそうなんだけど、一応ね、うん、こう、台本になってるのもあるのよ。そうね、うん、そういうところもあるか。ネタやるか、うん、ちょっとネタやってみようよ。もしかしたらわかんない、めちゃくちゃいいネタがある、残ってるかもしれない、うん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 、あ、つかみなんかこれいけるじゃん、ほら。あー、やってたね、うん、漫才の入り口で、つかみ、どうもよろしくお願いします。えー、だよすごいね、すごいね、めちゃめちゃいいね、今日、今日は高いよ。うわ、テンション高いの。血糖値だよ。血糖値かい。いけるじゃん、これいけるかよどこ行くんだよ。マジでネタ合わせちゃんとやってねえな。やってない。見つけた芸能人、山本関山本関バージョンで。何、見つけた芸能人って街ででしょ。街で、街でこう、お互いが見つけた芸能人がバーッ。もう仕事とかじゃないし、ただ見つけただけでしょ。うん、すごいよね、何年か、終わりを始めて何年か後かに、うん、この太田プロさんに入ってるわけなんだけど、うんうん、すでに早い段階で俺、彦摩呂さんに会ってるんだよ。会ってるね。ソニーの次に彦摩呂さんに会ってるんだよ。あとさ、うん、俺のミスターチルドネはさ、これライブだから、あったって言わない、これあったって入れちゃってるから、ね、そうだよ。いや、でもちゃんとあの三角になってる。三角ない。ウルフルズさんとか相川奈々さんはね、三角になってる。ライブだからね、これ。そうだね。これあったって言っちゃうとずるいよ。お前、ベッキーさんとかどこであったんだよ。ね、あったんだね、きっとね。書いてあるよ。へぇ、ウルフルケイスケの下にカタカナでダニエル・カールって書いてある。メンバーの一人っぽいんだけど。うわ、すごいな。お前、すげえな。合ってるね。お前、ルビー・モレノ合ってんの。これ本当かな。お前、秋元さん合ってるじゃん、秋元先生。なんだろう。どっか合ってんじゃん。え、マジ？いや、ここ全然モノマネなんかする前でしょ。いや、ほんとそう。秋元康さん合ってんだ、すげえ。俺に記憶がないんだけど。へえ。俺、京本政樹さんに会った記憶がない。これ、ほんとかな。いつだったの。ロケしてたのかな。ああ、見たってことね。じゃないと、うん、俺が会った人で、うん、京本政樹、ルビーモレの秋元康になってる。俺、さすがにこんなの。そうだね。21、2で会ってないと思うんだよな。そうだよね、うん、ああ、これ、多分一番最初に作ったネタかな、きっと。うん、そうじゃない。あ、そうかもしれない。美容室強盗ってのがあってやってたね。うん、そう、何も知らない外国人が美容室に入ってくんだよね。はい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 。そう、こうやって、はい、終わりました、ありがとうございますってやってると入ってくんだよ。おーいおい、お前ら全員手を挙げろ。何ですか。おい、そこのお前、このバッグの中に、うん、入れ。うん、いや無理。どうやって入るんですか。あ、違った、入れろ入れろ。うん、銀行に行ってください、うち美容室ですよ。分かってる。うん、このバッグの中に、うん、リンス入れろ。リンスですか、どういうことですか。そうだ、早くしろ。なんでお金になりじゃなくてリンスなんですか。話せば長くなります。私の祖国。無理だ無理だ無理だ、もう無理だ、耐えられない。なんでこれを作ったんだろう。いや、知らないよ。仕事だったんだろうよ。